大分県佐伯市上浦、県の南東部豊後水道に面した人口およそ1800人の地域です。上浦には大分県屈指の日の出スポット豊後二見ヶ浦があります。お正月には初日の出目当てにおよそ3000人が訪れ、また年2回の夫婦岩の中央から昇る朝日が見られる時期には多くの写真愛好家が集まる絶景ポイントです。夫婦岩に架かる大しめ縄は全長およそ65メートル、重さおよそ2トン。平成6年にギネスブックにも掲載されたことがある地域のシンボルです。この大しめ縄の張り替えや大晦日のライトアップなどのイベントを企画しているのは、地元の自治会や商工会などで構成されている豊後二見ヶ浦事業実行委員会です。地域住民が主体となり、大しめ縄を通じた地域おこし活動を行っています。この場所に大しめ縄がかかるようになったのは昭和44年のこと。地元の若者たちの草野球チーム上浦ファイターズがふるさとのために何かしたいと動いたことに始まります。もともと上浦ファイターズが結成されたのも都市部に出る若者が多い中、地元に残った者たちで集まって何かやろうじゃないかと始めたのがきっかけでした。ある日、試合の打ち上げの席で一人のメンバーが地域のお年寄りから聞いてきた話を披露すると、その話で盛り上がります。当時50年ほど前にですね、お年寄りにこの神楽で何かしたらいいもんがないだろうかと年寄りに問いかけたらですね、あそこに無理だろうけど、夫婦岩にしめ縄かけたらどうかなと思うんだがなというのが最初です。やっぱり伊勢の二見ヶ浦を見ながら、うちの夫婦岩に縄を張れば、あれは間違いなくうちの夫婦岩の方がええぞっていうことは、もう我々も若い頃からよく耳にしておった。でたまたまこのファイターズのチームの中でそういう話が出たんで、よし、じゃあやってみるかなと。その中にも役場の職員もおる、企業 の職員もおる、みんなやっぱふるさと思いで、これからの上浦、過疎地域の上浦をどうかしようかっていうような思いでは、みんな一緒のやっぱり思いがあったと思います。こうしてふるさとを思う若者たちにより、大しめ縄作りへの挑戦が始まりました。最初のしめ縄作りはゼロからのスタートで、試行錯誤の連続でした。しめ縄の材料となる藁も上浦だけでは調達が難しく、近隣の直川村や弥生町の農家に協力を得て集めました。地元の有志や企業、学校などにも協力を仰ぎ、最終的には住民総出の作業として、昭和44年12月30日、夫婦岩に大しめ縄がかかりました。もう一つ一つがみな試行錯誤、ゼロからの出発です。はい、だから誰が棟梁か監督か分からんような状態で、もう大変な最初のそのロープをかけることとかですね、当時ここ豊後土工の発祥の地ですからね、そういう技術を持った方が何名か協力していただいたもんですから、できたということですね。当時モサキの夫婦岩と呼ばれていたこの場所は、しめ縄がかかるようになり、豊後二見ヶ浦と呼ばれるようになりました。上浦ファイターズが中心となって始めた大しめ縄作りですが、多くの予算や人が必要となる事業となったため、昭和47年には上浦町、昭和52年からは上浦町商工会に引き継がれ、
平成21年からは現在の豊後二見ヶ浦事業実行委員会が事業の主体となって活動しています。以前はですね、商工会ということで上浦町時代受け継いでおったんですけども、やはり商工会としてやりますと、やはり商工会がするものだという地域の方に一定の枠組みができてしまうんですね。それがですね、一体感というのは少し薄れていた、商工会事業になってしまった。しかし実行委員会となりますと特定の団体が主体になりませんので、この地域の方々に多くに一般に広く声かけてですね、やっぱりその地域一体の事業という形の広がりは実行委員会の方が良かったというふうに思っております。今年も大しめ縄を張り替える日がやってきました。一年の風雨を耐えた縄を毎年12月の第2日曜日に作り直し張り替えます。毎回およそ400人のボランティアが集まる一大行事です。大しめ縄作りは藁の不要な部分をすいて取り除き、きれいに揃える作業から始まります。毎年上浦の小中学校の生徒が学校行事として参加するほか、市内の高校生ボランティアも一緒に作業します。大しめ縄作りのために集められた藁の量はおよそ3トン。昭和44年に始めた当初は近隣町村に協力してもらい集めていた藁も、平成7年より旧上浦町と姉妹町となった旧小木町が米作りを行っている地域であったことから、提供してもらうようになりました。また張り替え作業にも協力してもらっています。そんな縁もあり、上浦の子どもたちが小木町へ訪問し、田植えや稲刈りなどの米作りを通して農業体験を行っています。子どもたちの作った稲からできた藁は大しめ縄に使われるほか、学校の授業で行われる正月用のしめ縄飾り作りにも使われています。やはりこの地区はですね、稲作文化がない海岸部の土地ですので、藁を扱うということもほとんどありません。で、竹田市小木と以前の小木町と姉妹町の時から田植えに行って収穫してという子どもの時からの交流があります。で、そしてこの藁を扱ってみて、しめ縄作りを体験できるということでですね、やはり自分たちに日頃ない文化に親しむということは当然あろうかと思います。藁が徐々に一つの縄になっていきます。縄にしていくのは大人数人がかりの作業です。よし、ピースが出てきた。よし、縄作りの最中に巫女の格好をした子どもたちの姿が。大しめ縄に編み込むための願い事札を持ってきました。この願い事札は大しめ縄の張り替え当日に会場に来た人が書くことができるもので、平成11年西暦2000年のミレニアム記念として始まりました。会場にはこんなテントも。上浦では本マグロの完全養殖が行われています。今年も上浦産本マグロの兜焼きが参加者に振る舞われました。朝から作られてきた縄が完成しました。この3本の縄を締めれば大しめ縄の完成です。縄を締めるのも一苦労、全員息を合わせて縄を締めていきます。完成した大しめ縄はおよそ2時間かけ、参加者全員で沖にある夫婦岩に運ばれかけられます。この日のために夫婦岩へと続く狩り橋も作られました。多くの人たちが見守る中、
地域住民が一体となって行われた大しめ縄の掛け替えは無事終了しました。住民有志で始まった豊後二見ヶ浦事業実行委員会の取り組みは地域の新たな伝統となり、観光による地域活性化に大きく貢献していることが評価され、令和元年度ふるさとづくり大賞を受賞しました。この景色が普通にもう日常になってるんで、特にそれを改めて聞かれるとうまい説明はできないんですけど、まあこれが上浦の人たちにとって日常の風景、また遠くに出られている方が里帰りするとき必ずこれを見て帰ったなという気持ちになれるというのをよく聞きますので、ふるさとの風景の一部として存在し続けることは地域に少しでも役に立つのかなというふうに思います。しめ縄作りを始めた上浦ファイターズのメンバーは現在の状況をどのように感じているのでしょうか。まあ大分県の一つの正月のシンボルとしてね、これだけの人に愛されておりますので、もう我々の力とかいうんじゃなくて相当な協力をいただいておりますのでね、まあできるだけ長く続いていただきたいなと思っております。これからもずっとこの形が続いていって、若者がまた地元に残っていただいて、リーダーができて、この事業がですね、これからもずっと永遠の事業としてつながっていけたらなと、そんな思いです。50年前の若者たちのふるさとへの思いは新たな伝統行事となり、地域のシンボルとなりました。これからも地域一丸となって、その思いを大切に育てていきます。